株式会社中京銀行は愛知県名古屋市中区に本店を置く第二地方銀行である旧東海銀行系三菱 UFJ 銀行が筆頭株主であり歴代旧東海銀行出身者が頭取りを務めてきたほか人的結合も強い山一証券や北海道宅職銀行の破綻を契機とした信用秩序の混乱等により経営危機に陥り 2001年に親密業である東海銀行に支援を仰ぎ、翌2002年3月に東海銀等の合併で発足した UFJ 銀行を引き受け先とする第三者割当増資を行うとともに、列後ローン30億円の供与を受けて持分法的用会社となった経緯がある。三重県上野市に設立された三重食産無人を前身とする。1948年に 名古屋市を地盤とする宝無人の営業を譲り受けし、高度成長期に名古屋市に本店を移した。1969年の名古屋新金との合併をきっかけとして、それまでの太道総合銀行から中京総合銀行に解消。同年の開封新祖との合併や1972年の名古屋商工新祖との合併により名古屋市や終わり地方における営業網を広めた。 創業以来の地盤は三重県であったため、同県内にも16店舗を展開する。また、創業直後から長らく本を30県伊賀地方の名張市に置いていたことから、現在も関西において事業展開しており、大阪支店と奈良県内の2店舗を営業している。その反面、愛知県東部の三河地方の5店舗という数は、 名古屋市に本店を置く他の第日銀に比べ少なく、岐阜県内は2001年の岐阜支店廃止以降は、店舗が設置されていない。2013年6月には、競合の激化する名古屋地区を強化するため、3本部制からなる、名古屋営業本部を設置した。100%紙製ファイルチームマイナス 6%2015 年2月16日に、インターネット上の店舗の 名古屋めし支店を開設した。店舗名称にちなみ、手羽先支店長や、ひつまぶしコイン、みそかつコイン、天むすコ員といった名古屋めしにちなんだキャラクターも登場させている。ありがとうございます。